皆さんこんばんは。今日は引っ越して間もない頃のナイトルーティーンを皆さんにお見せしたいと思います。家に帰ったらまず手洗いうがいをします。実はこのアフレコ最初英語で撮ったんですけど、なんか最後の最後で納得いかなくて、結局今日本語で撮り直してます。で、次にお風呂に入りたいので準備をします。この日なんかすっごい暑くてすっごい汗かいたので、早く汗を流したい気持ちでいっぱいでした。で、お風呂はいつも英会話ラジオとか聞きながら入ってます。お風呂出た後も耳がね開いててもったいないので、こういう英語の動画とか見てます。ドラマを見ることも多いです。で、後回しになりがちな洗濯もここで済ませてしまいます。あんまり夜遅く帰ってきた時は迷惑になっちゃうので朝やるんですけど、この日は早かったので先にしました。で、ドラマを見ました。この後めっちゃ泣きましたで、洗濯機が終わったので干してしまいます。新しい家は浴室乾燥機がついてるので、いつも洗濯はお風呂場に干してます。で、この後勉強するんですけど、その時に飲む紅茶を、入れようかなと思います。これはピーチアプリコットのフレーバーティーです。すごい美味しいのでお気に入りです。で、よく聞かれるんですけど、英語のノートを書くときは楽天マガジン、私購読してて、そこにイングリッシュジャーナルが配信されているので、いつもそれを使ってるんですけど、この動画を撮った時は英字新聞のまだ使ってないやつを写真撮ってあったので、それを今やってるところです。英字新聞は朝日新聞から出てるジャパンタイムズアルファっていう300円ぐらいのやつです。こういう英語の勉強とかも本当に時間があるときしかできないんですけど、まだ眠くないなって時はできるだけやるようにしています。こんな感じのノートです。で、ちょっと SNS を触ります。いい感じに眠くなってきたので寝る準備をします。歯とか磨く前にアロマを焚いて準備しておきます。寝るときはいつもベルガモットっていう柑橘系のオイルを使うことが多いです。で、歯磨きをして、いつもコンタクトつけてるのでそれも外しちゃいます。これは緑内障の薬に使われる目薬なんですけど、なんかまつげが伸びるって副作用があって、ビマートプロストっていう成分なんですけど、で、それを自費でお薬出してもらって買ったものです。で、他にもいろいろやって、寝る前最後こんな感じでクイックルワイパーみたいなので床を軽く掃除します。で、ベッドに入って、今読んでるやつは、私が今やってる実験に関係してる本なんですけど、それを読んで、眠くなってきたら寝るという感じで過ごしています。そろそろこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。